ガブリオリ始まるよ。4月に入社をして、半年ぐらい経ちました、はい。高校から入ってきて、まあ、去年は片山大君がいて、はい、まあ、先輩はいるんだけども、高校から出てきて一番下じゃん、はい、どんな感じですか？やっぱり先輩方と年齢が離れてきて、コミュニケーションどう取るべきなのかとかいろいろ考えてたんですけど、うん、先輩がアットホームで、あ、そう、ご一緒でやって、逆にいじってくれるぐらい入るまでは不安だった。そうですね、大学野球も経験してないし、まあ、やはりレベルの高い社会人ということなので、まあ、すごい緊張もありました。先輩怖くない？怖くない、はい、いいね、すごい楽しみです。いよいよ、はい、大阪日本選手権なんだけども、はい、どんな感じですか？自分の今の立ち位置というか、はい、夏頑張って体作りをして、はい、フォーム作りをして、はい、大阪へ向かっているわけなんですけども、はい、今の自分の気持ちとかチーム内における立ち位置とかって、はい、どんなような評価ですか？自分で今は自治体終わってからのオープン戦では先発もさせてもらって、うん、投げるたびに成長しているというか、まあ、自分のものになっている感覚があるので、この先のオープン戦もしっかり結果出せば選手権先発目指していける立場だと思って、うん、本当に結果出して先発できるように頑張って。甲子園の話、はい、今年の甲子園は例年頑張ったじゃん、はい、愛工大名電、はい、見てた？あ、ずっと見てました。楽しかった？そうです。後輩はどんな風に映るの？甲子園の後輩は、まあ、でもすごい自分たちの代から結構出てた、うん、あ、そうなんだ、はい、半分ぐらい出てきたので、うん、まあ、やってくれるんじゃないかっていう期待が大きくて、うん、まあ、試合やってみて、まあ、他のチームと比べてじゃないですけど、うん、見た感じで、まあ、強いなって思って。あ、そうなんだ、はい、後輩を強く見えるんだ。強く見えました。あ、ミラクルな試合もいっぱいあったしね、はい、でもその後輩もあなたに刺激を絶対もらってるはずだから、はい、もっともっとあなたが頑張れば、はい、後輩も、あ、俺もじゃあ社会人野球頑張ろうとか、はい、プロ野球目指して頑張ろうとか、はい、そういう憧れの的になってると思うから、はい、そういう自覚を持っても、自覚も持ってやってほしいなと思いますけど、はいはい、じゃあ大阪へ向けてね、はい、投げる、俺が寺島だっていう感じで、はい、みんなに投げさせてもらうんじゃなくて、はい、当たり前に自分が先発するんだみたいなところに、はい、まだ行けないかもしれないけどもいう感じでマウンドに上がると思うから、はい、その意気込みを伝えてほしいなと思いますけど、はい、今は日本選手権のマウンドを想像して毎日練習してワクワク練習しています。このワクワクした気持ちでマウンドに上がれば日本選手権でも絶対抑えれると思っているので、一生懸命練習して準備していきたいと思います。応援よろしくお願いします。はい、岩田コーチに来てもらいました。はい、お願いします。お願いします。社会人はどうですか？やっと慣れてきたっていうか、ああ2年目、な、何年目？4年目です。でもユニフォーム着て1年目。ああ、まあ、やっぱりね、上で見てるのとグラスレベルでは全然また違うなっていうのと、ね、勝たないといけないっていう、落とせないは、うん、あの緊張感もね、うん、なかなか味わえるものがないので、うん、まあ、やってて楽しいなと思います。でもあれでしょ、なんか
書いてあったけど、やっぱり負けられない戦いだからこそなんか勝負できないというかビビっちゃってる。そうですね、うん、だからまあそこの脱皮できたら、うん、ある程度行く今、ね、ベスト4とかぐらいまでは常に来るチームであるのは間違いないんで、その先っていうのは思うのもね、うん、そこを脱皮していかないとやっぱり優勝はできないかな。脱皮できそう、できまあやるかやられるかの世界なんで、うん、やられる前にやるぐらいの、うん、ものを見せてくれる、できるできない別としても、うん、やってやるっていう気持ちをね前面に出してくれれば、チーム全体がまたね変わってくるのかなと、活気づくのかなと思います。ということは脱皮した先にはいよいよ見えちゃうってこと。まあそうだ、うん、でも可能性はあるもんね、チームのね。だからそこまで行くっていう自信はみんな持ってると思うので、うん、だからその先っていうところではいろいろ運もあるだろうし、うん、試合の展開のあやもあると思うしっていう中ではやっぱり、ね、都市対抗で負けてさよならっていうところでは、うん、向こうが1枚上手だったのかな、その辺の気持ちは向こうの方が強かったのかなっていうふうに感じてるんで、まあね、お互い多分負ければ、あそこでああやったけば勝てたというところは場面もあるので、うんうん、そこでいかに点を取るか、向こうは取っちゃったというところだと思います。あれだもんね、いよいよっていうか、もうベスト4慣れしちゃってるから、まあ、その辺の景色はもう見える。うん、だからそこら辺は、ね、その辺は強みだと思う、うん、やっぱり初戦勝って次とか、うん、逆に初戦終わって慣れてきて次っていうチームがいる中で、うん、最初からそこの位置に見えるか、いけるだろうっていうところのスタートが、うん、そうだね。じゃあその選手というか、まあ、チームが脱皮をした先にはやっぱ見えるってこと、まあ、期待はできるってことだね。いやもう期待してるんですけどね、うん、優勝させてくれよ。だからそこの優勝させてよ。いかにこうチャンスとか、うんっていうところでどういう気持ちで立つのか、うん、だからそれは言ってるつもりですよ、うん、してあのボールなぜ打ちに行かなかったとか、うん、そういうのって1球、ね、相手に上げることによってもう打つチャンスがなくなるっていうのは得点圏の難しさだと思うので、ちょっとまあ安易にね様子を探るっていうことがないよ、うん、じゃあ徐々にそういうのを植え付けて勉強させてきてるって時かな。まあそうですね、だからピッチャーも踏まえて、ね、まあいいかっていうのをね、うん、なくさないと、勝負事が勝っていけないのかなっていうふうには思うんですよね。勝負事の極意をいただきました。まあやっぱ何かを捨てないと何か得られないんで、まあ前から言ってるもんね。いいピッチャーは全部打てたら打てないから、何かを捨てないと何か得られないってことがいつも言ってるんで、じゃあチームは期待できるそうなんで。はい、じゃあ最後、はい、大阪日本選手権に向けての、うん、あなたが抱負を言っても仕方ないんですけど、抱負お願いします。そうですね、まあ、チームをいい状態に仕上げて、その中でね決勝まで行って、何が何でもっていうか、ね、来た以上はね僕も優勝させないと、ね、何を言われるか分からないんで、そろそろ優勝しないと、まずいなっていうふうに自分でプレッシャーかけて、はい、選手にもプレッシャーをかけながら、のびのびやらしたいなと思います。私、決勝戦、解説なんで、しゃべるんで、だそこのイメージ、うんうん、はい、決勝行ってどうするっていうイメージを持って、ずっと、ねうん、これから練習も踏まえて、試合もやっていかないといけない。うんじゃあ期待しますので頑張ります、はい。